18年ぶりに悲願のリーグ優勝を果たしたプロ野球阪神タイガース。3連休も県内各地はお祝いムードに沸きました。県内各地ではタイガース旋風が巻き起こっています。3連休初日、西宮市の甲子園歴史館では優勝を記念して特別展示がスタート。トロフィー目当てに多くの人が訪れました。感激です。だからああいう選手たちが持って歩いてたんだなとかって思うと、めっちゃすごいな。そうだったです。思ったよりめっちゃ自己すぎて頑張ってほしいです。あれに向かって日本一のあれに向かって頑張ってほしいです。そしてこちらは甲子園球場最寄りの阪神甲子園駅。よく見ると駅名の看板が優勝を記念した特別仕様となっています。ちょっといつもと違うところがあると思うんですけど、はい、ああ看板ですよ、はい、地元としてはいろいろ、まあ、活気も出てくるんじゃないですか。盛り上がっているのは球場周辺だけではありません。こちらのお店では阪神タイガースのあれにちなんだレモンケーキがプレゼントされます。阪神のあれをもじって名付けられたあれもんケーキ、1000円以上商品を購入した人に昨日までプレゼントされていました。買ってみたらこれもらえたみたいな感じで、すごい喜んでいただいてますね。地元のチームが買ってくれるというのは商店街のにぎわいにも、ね、いいんじゃないかなと。そしてこちらは西宮市にある洋食レストラン。優勝翌日から1週間、阪神タイガースの選手や監督と同じ名字の客にハンバーグをプレゼントしています。西さんですかね、はい、優勝おめでとうございます。 ありがとうございます。あ、西でよかったなって思います。岡田です。優勝してハンバーグもらえるから阪神ファンでいてよかったです。ありがとうございます。3連休はまさにタイガース一色となりました。次なる目標は日本一。